初めてここに来た時はみんな楽しそうで、シャドウハウスにいることは幸せなんだと思いました。でも先ほど大広間にローブをまとった怪しい人物が現れた。ローブ様は一体何が目的なの？大人たちの耳に入る前に何かしらの落としどころを見つけなければいけませんね。星付きになるためには情報収集が必要ね。事件解決にジョンも力を貸そう。ケイトは裏切り者か、それともラムが落ちたこと悲しくないですか？余計なことは考えない。シャドウハウスのルールは絶対だ。今回の代表者はみんなこれで幸せなのでしょうか？ローズマリー。した。私にやらせてください。子供たちの塔に現れた怪しい人物、そして亡霊騒ぎの目的は何なのか。ケイトならこの事件を解決できる。不審者も反逆者も一人残らず排除する。全てはシャドウ家のために。子供たちの塔で何が起きているのでしょうか？必ず見つけるぞ。同期の絆に誓って。